革ジャンはもちろん好きだけど、それ以外の本当コートとかもすごい好きだし。こだわりとかやっぱ強めですか？僕ですか？強いですよね。こだわりしかない。コバのかっこいいなって思うファッションって、でなんか結構いろんなジャンルが好きなんですよね。うん。どれがかっこいいかは選べないです。うん。じゃあもうダメじゃん。今の質問の答えは出ないよ。ジャーニーさんは思う。かっこいいファッション、まあ、かわいいだったりかっこいいとかそういうのって言われてみるとないね。かっこいいなって思うファッション意外といや狙ってないでやってる人ってかっこいいよね。確かに そこなんですよね。多分かっこいいなって思う人のそうそうファッションというかみたいな感じでなんか狙ってだから多分それこそデニムとかもそうだし、だからレザージャケットとかもそうなんだろうけど、最初ってどうしても着てるぜ俺みたいな感じ出るじゃん。なんだバイクラップそうでしょ。なんか買ったばっかの時よし「ヘイ俺ナックル乗ってるぜイエーイ」みたいな感じでしょ。そんな話ないですけど、いやいやそこでさ謙遜されたらさもうなんか俺嫌なやつじゃん。やめてよそれは。なくてもあるって言おうよコバ。そうです大人の階段登れよ。そうです。でもちょっとあるでしょ俺ナックル乗ってるんだみたいな。最初はあったかもしれないですね。なんか今でこそもう何年か経ってないですけど、あんまないと思うことがあったんであったってことですね。ことですね。ことですね。なんだこいつ。そうそうだからなんかそういう入りでいつの間にかそれを当たり前に着れるようになること。例えばよしこれを着ようじゃなくてこれでいいやってなった洋服って実は一番着てる服で、はい、実は一番なくちゃ困る洋服であったりとかになってくのかなと思って。で多分そうなるまでに高い洋服だと傷つけたくないとか汚したくないとかで着ないんだよ。変に大事にしすぎちゃうね。そうそうで後にまた同じように思える洋服に出会ってそっちを買ってしまうとどんどんタンスの奥へ奥へ。タンスの奥って言い方ももうなんか昭和の人だけどそうウォーキングクローゼットのウォーキングクローゼットの奥の奥へ行っていくのかな。またはメルカリとか。ああそうですよね。最近そういうのが多い。よくさメルカリで見るものとても気に入っていたのですが着る機会があまりない。出ますよね。大事にしていただける方に購入していただけたらなみたいなことがあります。そういうことなんだ。洋服っていうのはねやっぱりデイリーウェアとして、まあ、使えるものっていうのがきっと長く愛せるものでやっぱりいいものっていうのは長く着れるってところに精通するんじゃないかなと思います僕は。だからかっこいいファッションとは言われると分かんないけどやっぱりなんか堂々と狙ってる感がなくああいう人になりたい。いますよね。でも今の俺たちはこれで精一杯っていうことですかね。かっこいいと思います。だからその愛着があるものイコール長く着るものっていう感じじゃん。そうですね。じゃあ言うてもうちらもシーズンものとかを取り扱ったりもしてるじゃない。そうですね。その中でまあなんだろう長いこと、はい、愛着を持ってこう手放さずに持っているものって何？洋服ですか？何でもいい何でもいい。服に限らず何でもいい。服に限らずなんですかね。パイプくっせえな。パイプですね。くさい。自分はこうやだ大好き人間嫌だ。バイク大好き元だってうちに働く前バイク休んだったんですもんね。そうですね。そうなんだねバイクね。まあでもあのバイクはかっこいいよね。ここに出てると思うんですよ。出しちゃいますか。出してモザイクつけたんだ。みんなこのバイクがみんなでパクリに行きましょう、高く売れますよみたいな。本当にあれ、ちょっと怖い。本当にすいません。俺もなんかちょっといたずらにも程がある。だからね、バイクね。いや、いいですよ。ムカつくもん。これから暖かくなってきて。いや、もうやめて。バイクいいよ。俺もね、こう見えてバイク好きなのよ。そうですね。そう、バイク大好きなの。きっかけもバイクですからね。そうだよね。バイク好きなんですけど、今実は僕バイク手放しちゃう。そうですね。まあ手放してるけど手放してないみたいなもんだからね。ジャニーさんの愛着あるものなんですか？愛着があるもの、これだなみたいな。俺が大事にしてるものは、あ、でもやっぱり革ジャンは置いといて。そうですね、革ジャンも置いとくとして、もうさっきも話したけど、俺革小物、ブーツもそうだし、財布もそうだし、革製品は多分コバとさ、こう事務所でさ、横並びで仕事をしてる時にさ、はい、俺が何をやってるかって多分ほぼほぼ靴磨いてるじゃん。まあ、朝午前中は靴磨きみたいな感じでしょ。その靴何回磨いてんのぐらい磨くじゃん。なんかそれがね、そういうのをやってるのがいいんですかね。やるのが好きなんですよね。そう、だからもうそれをさ、コバに語りながらするじゃん、革とはみたいな。で、多分もう刷り込まれてるから、もう多分革靴の磨き方とかわかんなくても説明できるぐらいになってると思うんで。なんか自分がお客さん時代の頃からいっぱいなんか言われてたんじゃない？やめろよ。感じ悪いじゃん。なんか教えてもらってたから、そうだね、磨き方いろいろなんかそういうの聞いてたから、いっぱい聞いてますよ。だから好き、なんか自分が手を施してやんないと滅びるものが好きかもしれない。ああ、なるほど。バイクもそうなんだよね。なんか二輪とかも自分が乗ってないと倒れ、スタンドないと倒れちゃう。そのなんか脆さ。で、なんか経年も変化もあるし劣化もあるみたいなものを、劣化ではなく変化にしてあげられるのは誰でもない自分だからっていうのがすごいあって。確かにそうですね。だから多分僕が持ってる革小物とか革ジャンとかめちゃめちゃかっこいいと思うんですけど。そうですね。それなんでかって言ったらめちゃめちゃ愛してるから。大好き。大好き。大好きだね。本当ありがとう。あとやっぱ本当買ってくれる方々はありがとう。だからなんかもうこれからもマジで突き進もうと思いました。 YouTube 面白い。いいと思う。どうなんですかね、見てる人は。ね、チャンネルじゃない、チャンネルないですね。チャンネル登録してくれてる人とかで結構参考になったりとかしてくれてればいいですけど、でもなんか一回お店に来て話して10分20分じゃないじゃん、もう話す時間って。まあそうですよね。だから革ジャン好きな人ってやっぱ情報を知りたい人ってすごい多いから、まあ、それをきっかけにこうスコープに興味を持ってもらって、でそれでプラス僕とかコバとかに興味を持ってもらったら、多分友達のチャンネル見てるのと同じような感覚だから全然悪くないと思う。ただこれを何も知らない人間が見たら多分何も面白くないと思うんで。確かに仕事、あと酒を飲みながら意味の分かんないプライベートトークを繰り広げる30歳を超えた男が、まだ超えてない、超えてました30歳の大のおっさんたちが何を話してんだっていうだけのことだから、革ジャンをなんか見たくて多分調べた人とかいると思うんですよ。サンセットベイとか革ジャンって調べるとサンセットベイの前でアップしてるやつとかが出てくるんで、見て次の動画とか YouTube になるじゃないですか。あなたへのおすすめみたいなってなって J トークって言ってました。革ジャン知らないです。なんか J トーク始まったみたいになりますよね。なるね。でもなんかそれもそれで時代だよね。まあそんな感じでねちょっといろいろ話なんかやっぱお酒入るとね行っちゃうよね。話が止まらない。今度置いてきましょう。うん話ストップチーンピンじゃない貼っちゃったよね。チーン顔ジェルさんが喋りすぎて止まらない時に本当にねおしゃべり暴走機関車って言われてるから止まんないです。止まんない本当止まんないの。飲みに行っても止まんないですもんね。そうなんですよ本当にね。面白いですけど多分嫌いな人超嫌いだと思います。でもいいのそういいと思う。そうそうだからまあとりあえずスコープチャンネルはアイテム紹介のクリップがあってエイジングのクリップがあってボイジェトークっていうプライベートなというかラフな感じの空間があってのスコープチャンネルなんで。そうですね本当ね多分これからもっとやりたいことももう本当鎌倉中で J トークやりたくて。ああいいですよね。いろんなとこ行ってよく行ってるお店とかそういうところでなんか鎌倉っていうものを知ってもらいたい。鎌倉を知ってもらいたい。ディープな鎌倉を結構違うガイドブックとかなんかネットで調べて鎌倉って結構違うところは一面でありますからね。面白いですよね。ジャーニーがバリバリめちゃめちゃ敬語で喋ってるシーンとかそういうのも見したいなと思うし。本当今後 J トークに関してはアナモスコープを飛び出します。よく行ってるバーとかそうですね行くご飯屋さんとか行ってそこでなんかこういう話をしてやっぱ知らない人とかっていうかねちょっと店員さん絡むわけじゃないけどそういうね俺たちのこと知ってくれてる人がいればまたなんか違う熱違う方向で進めていけると思うんで多分そのうち J トークのグルメ番組になるんで食レポじゃあ食レポは本当今日から帰り松屋行くんで松屋で松屋食レポします。難しそうですね自撮りで。そんな感じで。そうだね。そんな感じ。ちょっと長かったね。僕もなんか酔ってきたんで。はい。赤くなるよね。そう。すぐもうビール。なんかあるじゃないですか。グラスビール。ジョッキじゃなくてちっちゃい方の。グラスね。グラス。ビールね。それを飲んで多分飲み切らないうちにも顔真っ赤。今も多分赤いんですけど。でも好きでしょ。いやまあ好きなんですよ。好きだけど。まあ、体に合わないでしょうね。飲み行こうぜとか言えなくなっちゃったんで。いいです好きなんで。好きなんでね。というところで、はい、そろそろ終わりにしたいと思います。そうですね、帰りましょう。はい、帰りましょう。ね、そうですよ。本当だよね。アナのスコップチャンネルご覧いただきどうもありがとうございました。これからもよろしくお願いします。そして、チャンネル登録よろしく。ここまで見てる人は大体してるようになるので。そうですね。はい、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。